明けまして、ハッピーおめでとうございます。トレーラーで迎える2023年、今年もアクティブに飛び回って、旅して楽しむぞ。顔がパンパンに腫れてるけど、新年早々失礼します。というわけで、もちもち、もちもちの肌、いただきます。母ちゃんが作ってくれました。トレーラーでこの入れ物の中で。私たちだけでしょ。もち、2023年一番最初に食べた食べ物がもち、もちもち、もち肌のようなおじさんになれますように。ここはですね、青森港青函フェリーの青森港フェリーターミナルですね。そこで車中泊させていただきました。2023年1月1日、まずは初詣だ。Yeah. Here we go. 何それ？青森ベイブリッジ。これも25年前にありましたね。え、北海道が見える。はい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 、撮って。北海道が見える。さて、青森市内です。今からですね、初詣に行きたいと思います。今年さん来ましたよ。今年度の初詣はこちらでございます。てってれー。出店がいっぱい出てる。あ、ホットドッグ屋さんもあった。やったー。嬉しい。なんか初詣って感じ。板みたいな。うとう神社です。うとう、読めなかった、今知りました。うとう神社でした。来ました、うとう神社でね、一年の無病息災を祈願したいと思います。やだ、行きます。それでは父ちゃんのおみくじ、てってりー、大吉ー、やったー、大吉ー、なんて縁起がいいんだ、元旦から気分がいいのでフランクフルトを食いたいと思います。はい、じゃあみんなのおみくじ見せてください。てれん、母ちゃん大吉、葵吉、小鳥大吉、父ちゃん大吉、てれー、伸びしろがあるということ、そういうことですね。アスパム青森物産館に来ました。行ってみましょう。あ、見て見て、ナイス展望パノラマ、いいね、いい景色ですね。葵さん、葵さ ん、 ん、今回の旅はいかがですか？青森編です。あ、東北です。父ちゃん楽しくて仕方ないよ。行っちゃった。さあみんな、たくさん遊びました。青森を出発したいと思います。次は秋田県だ。 Here we go。 2023年最初のランチタイムはここ、丸松和風レストラン。行ってみましょう。丸松、やった、大きいところだ。いい感じじゃないですか、妻。葵はネギトロ丼。お前、元旦からネギトロなんか食ったら、トロトロしたトロい男になっちまうぞ。ティン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 。ビッグチキンカツ定食。どのぐらいでかいかというと、僕の手のひらと比べてみてください。俺の手のひらよりもでかいチキンカツです。これぐらいビッグな男になると、元旦はビッグチキンカツじゃい。
さあ到着しました。今夜の寝床はこちら道の駅大館能代空港でございます。なんとですね、空港の中に道の駅がある。さて本当に止められるのでしょうか。それが心配です。普通に空港ですねこれね。飛行機は1台も止まってないです。7時半から7時45分何が何の利用時間だ。道の駅駐車場。そう7時半から7時45分。おやおや、これ先に見といてよかったね。もしやこれ先にチェックしといてよかったんじゃない。はい、そういうわけでですね、こちらの道の駅なんと夜ゲートが閉まってしまうんですね。なので違う道の駅に移動することになりました。これが俺たちの旅のスタイル。いつもそう、いろんなことが起きる。地上までこんなアプローチのが長いところってあったかい。他にどうして人はこの山奥までどんどん道路を開拓していこうと思ったんだろうね。さああと2回ヘアピンを曲がれば到着です。なんとか来れましたね。しました。アニースキー場でございます。目的地に到着しました。こんな感じならトイレも近いと思う。はい、準備完了しました。今夜の寝床はスキー場の駐車場ですね。アニスキー場、こちらで、トレーラーの方準備できましたので、今夜はこんな感じで泊まりたいと思います。まあもちろんですけど、宿泊している車中泊キャンピングカー1台もいませんね。当たり前ですね。というわけで、夜ご飯にしたいと思います。さて1月1日元旦、今夜は、スキー場の駐車場でね車中泊しますので、トレーラー車中泊しますので、元旦の夜ご飯はベーナーです。まずは小鳥さんが野菜の準備をしております。葵さんはあそこで瞑想しております。かちゃんはバタバタと忙しそうに動いております。そして私ですが酒飲んでます。乾杯。さあ始まりました、元旦ディナータイム。今夜はベーナー。ベーナー、葵さん何食べてるんですか。鶏皮焼き鳥、美味しそうですね。皆さん焼き鳥食べてます。今夜はパリナイパリナイパリナイ。それでは新春ディナータイム行ってみましょう。ビミ、今日はですねアニスキー場の駐車場でトレーラーバンライフですね。それもこれもまず FF ヒーターがあるおかげで暖かい車内を確保、さらにトイレがついてるんでね、トイレも問題なし。まあ処理するのは俺だけどね。聞いとんのかーい。それではオープンザフタ。
テッテリー鍋俺の大好きな鍋。もうまるで家と同じように豊かに食事が作れます。トレーラーって素敵ね。ね、小鳥さん。うん。どうなのよ、葵。うまいよ、めっちゃ。うまい？あったまる？おー、おいしそう。こいつはたまんねえな、妻。よーし。いただきます。さあ、2ラウンド目は、雑炊。まだまだ食べる、なぜなら、正月だからだ。母ちゃん食べる？ちょっと食べ過ぎて豚にならないようにって年賀状に書かれてたでしょ。書かれてますね。わしじゃ豚になるわ、うますぎて。さあ締めの雑炊ができました。いただきます、うん、もう僕は太ります。さあ正月ですから POP のラッピューで乾杯するぜ。ハッピーニューイヤー。ご飯も食べ終わりまして、まったりタイムとなっております。外気温は今マイナス5度、室内は25度、快適です。そしてみんなそれぞれタイムに入りました。子供たちはiPad で YouTube です。いつも通り、この旅ももう早くも4日目になりま、え、4日目？29、30、31、1日、4日目ですね。早いもので。旅をしてる時ほど、時間の流れを早く感じることはないね、妻。そうだね。うん。その瞬間、その瞬間を、常に全力で楽しみたいと思います。乾杯！乾杯！まだ新年。そんなわけで、2023年元旦でした。今日も一日楽しかったぜ。グナイ。おやすみなさーい。Dude, that father is 10 and permed.